け。中島君どうぞ、お先食べてください。はい。ちょろいです。ちょろいです。これ何キロだっけこれ？1キロ。1じゃん。余裕だなこれ。肉だけで1。美味しいです。この感じ。美味しい。美味しいです。あ、見たい。こんにちは。こんにちは。朝日飲料のオフェンスライン軍団。なんだっけ、オフェンスラインだ。それとも何？チェスナットリーグなのか、少年野球なのか、何なの？少年野球です。あ、少年野球。来ました。すごいな。ちょっと、え、黒川と早川の間に入ってる。なんか、こう、ニヤニヤしてる。なんか、こう、カモジが持ってたよ。なんか、これ、なんか、捕まった宇宙人みたいな感じになっちゃう。なんかあるよね、こう連れられてちょっとやってグレーのグレーの、なんかこんなに連れられてる。これまずくない？これこれだいぶまずいじゃん。でも身長伸びてるでしょ。そうです、はい、牛乳飲んでんの？牛乳飲んでます、はい、でもね、多分ね、これね、すごいよく言うじゃないですか、牛乳飲んだらでかくなるとか言うじゃん。じゃあこう正直に言う、牛乳嫌いな人。俺嫌いなんだよ、飲めないんだ牛乳。牛乳を辛くなる。単品では飲みたくない。俺も飲みたくない。牛乳好きなの？めちゃくちゃ飲む。じゃあやっぱ牛乳、じゃあこれでかくなるのか。はい、でもお米屋さんだからお米ででかくなってんじゃん。お米好き。なんか牛乳飲んだ？牛乳そんな飲んでないです。ああ、それやっぱ違う。牛乳好きだった。あ、飲むことは飲みます。でもめちゃくちゃでも普通ぐらいでしょ。そうですね。結構飲んだ。そうですね。全然嫌いじゃないんで。うん、結構どうって、あ、結構どうって、牛乳とだってしょっぱだもんね。やめような、それを言うの。一食200円以内で済ましてる。それはやだ。生活してる。言わないでください。恥ずかしいから。でもね、よくね、この YouTube で聞かれるのが、どうやったらでかくなれるのかっていう質問が結構あるんだけど、どうやったらでかくなれるの？いや、でも僕も米ですね。米。な、一食何合、一回何合ぐらい食ってるイメージ。これで調べたら、1合が 330g なんだよ、大体。で3合食べたら 1kg じゃん、大体。何合ぐらい食ってる？あの、ティーンエイジャーだった時はやっぱり一食3合ぐらいは硬い、ね、1食3合だから1キロで、それにおかず食べて、はい、もしかしたら 1.5 キロ食べてるとか。何合ぐらい食べてる？学生の時はどの3合、3合僕は本当に5合ぐらいだった。5合じゃん、1食で5合で、小学校の時に小6で180センチだったよね、はい、そう、おかしくない？おかしかったです。小6で180センチ、ちょっと俺ぐらいだよ。そう、心配でしょ。俺ぐらいが小6とかおかしくない？ランドセルしょって、で、周りこれぐらいこんな感じです。こんな感じか。他何食べてるの？増やしてました。あ、本当。うん、もう常に何か食べる。常に何か食べる。たださ、俺学生のみんなが見ててさ、お金の問題が出てくるじゃん。安くてどうやって？あ、大学院生で貧乏なんで。安くてどうやったら増える？そうですね。でも安く、そうですね。まあ、プロテインも飲んでるんですけど、やっぱ高いのが多いんで。食材としてはやっぱ炭水化物を入れるように、まあ、先ほどおっしゃってましたけど、食パン、ね、食パンとか安いんで、で、まあ、米ほどじゃないですけど、うん、量食べてとか味変えたりしてる。だから常になんかジャムとかもらってるんで、お金払ったらやっぱじゃあ食パンがいいのかな。いや、ちょっとこれ語弊があるかもしれないですね。米の方が、うん、米の方がやっぱり、米の方がやっぱ大抵いいのかな。量が作らない量か。家でパスタ作るときって、この量だったらまだ少ないなと思ってやるのに、出来上がったやつを見たら、こんな食えるかっていう量になるとやっぱみんなあるあるなんでしょ。絶対さ、茹でた後と茹でる前で全然イメージが違うよね。もうちょっと食えると思ったこの一つかみが
あの地獄を見るなるんで、やっぱそういう地獄をやっぱ経験しないとやっぱ体っていうのは大きくならないから、こう家出てそっからもう一つかみたいなそれが大事やん。他なんかなんか意識してることなんか食とかで、まあプロテインはみんな飲んでると思うんだよ。プロテインとあとなるべくご飯いっぱい食べる、うん、体に悪いですけど寝る前に食べてました。寒けんで寝る前に食べてる、寝る前に見られた学生時代はですけど、で前さ森さんなんか寝ながらポッポンとかなんか寝ながらポッポンポイントは150キロ。いやまあそれとやっぱ適度な運動だよね。ただ単に太ったらまずいから、はい、やっぱウエイトトレーニング、ウエイトトレーニングってさよく寝る前の方がいいって言うじゃん。それどうなの、いつやってる、そもそも夕方とかで、夕方とかなんかでも寝る前がいいらしいよ、夜がいいっていう、まあ、それはまた不明だよね。おじゃあ体をでかくするっていうのをちょっと課題で、ちょっと今後またね撮影できる時にちょっとまたコメントいただければ、多分みんな YouTube チャンネル登録してるよ、そうしますいいね押してないよね、バレてますお前最高にいいやつだもう本当。じゃあまたそれね、なんかいろいろな体を大きくするっていうのをちょっと今年ちょっと YouTube の課題にもしたいんで、あのコメント入れてくれたら必ずみんな答えます。答えなかったら自分クレームの LINE か電話するんで責任持たせますんで、またそれお願いします。ちょっと今日雑談みたいな感じでちょっと聞いたんで、またでも参考になったかなと思うんで、またよろしくお願いします。ありがとうございます。